タイムコントロールは元の一般人のように電子制御で各種行われておりまして、どんな過酷な戦いにおいても最高の飛行性能を発揮することが可能な機体となっております。今日はですね、本当に青空が
佐藤風佐、水野正和、ゴールサインマールと、そして小柳佐藤2番機、ゴールサインナギ、なんと2機の翼と翼の間隔は約3メートルほどでやってくるという至近距離でのサイドバイサイドになるようです。さあレースの成功を祈って F2 がタイトなフォーメーションでレースの安全を祈願して、このフライトに行ってきます。フライトに行ってきます。さあ間もなく右手の方向からやってきます。海外の今メディアさんとそれからチーム関係者も空を見上げて、何が起こったんだと思ってもなかなかしてくるので、本当に素晴らしい青空が広がったこの日本グランプリ、先ほどは日本に16年ぶりの優勝という瞬間を見ました。皆さんに空でこのパフォーマンスをお楽しみいただいております。さあこの後は今回ですね、この機会を持ってきてくださいました。